前九年の役は、平安時代後期の陸奥の国で起こった戦いです。この戦いは、中央政権と地方豪族である安倍氏との間の権力争いから生じました。安倍氏は陸奥の国の奥六郡に独立的な勢力を築いていました。11世紀の半ばに朝廷への抗争を怠るようになり、1051年、陸奥の神、藤原成東が数千の兵を出して、安倍氏の懲罰を試み、鬼切部で戦闘が勃発しました。この戦いでは、秋田城之助の平重成も国士軍に加勢しましたが、安倍氏が勝利しました。藤原成東は更迭され、河内源氏の源頼義が後任の陸奥の神となりました。1056年、源頼義が陸奥の神としての任期が終わる際、悪戸川で起きた事件が戦い再開のきっかけとなりました。鎮守府から国府多賀城に帰ろうとした頼義は悪戸川に野営した際、頼義の部下である藤原光貞、藤原元貞が夜襲を受けるという事件があったと報告を受けます。頼義が光貞を呼び出して犯人を尋ねると、安倍氏の当主、安倍頼時の長男、貞藤以外考えられないと申し立てました。これを聞いた頼義は、安倍頼時に息子、貞藤の出頭を命令しますが、頼時はこれを拒否、衣川関を閉じて道を立ってしまいました。この時、国府の将として、源頼義に従軍していたのが、藤原常清です。藤原常清は頼時の婿であり、微妙な立場でした。身の危険を感じた常清は、頼義軍が多賀城へ移動している間に、安倍頼時の軍に合流しました。この、悪戸川事件は、安倍氏と朝廷との間の緊張関係を再燃させ、戦いが再開されました。1057年、源頼義は、戦況打開のために、安倍氏強撃策を講じます。安倍富忠津軽の一族を調略し、味方に引き入れることに成功。安倍頼時は、富忠を思いとどまらせようと、説得に向かいますが、富忠の攻撃を受け死去。頼時の後は安倍貞藤が継ぐことになりました。1057年11月、源頼義は、国府軍1800を率いて出陣しましたが、悪天候の中で行軍は難航。食料も不足します。安倍軍は国府軍の進路を把握し、地の利を生かして、戦いを優位に進めます。木の実での戦いは、安倍軍が圧勝、国府軍は数百の戦死者を出しました。源頼義は壊滅的な敗北を喫し、息子の源義家ら数騎で、命からがら安倍軍の追跡から逃れました。この戦で安倍氏が、奥六郡の実権を握ることになりました。国府軍が回復を待つ間、安倍氏は再び勢力を伸ばしました。1062年、源頼義が陸奥の神に再任すると、今まで中立を保っていた出羽の国の豪族、清原氏に参戦を依頼します。この要請を受けた清原氏の当主、清原光頼が軍勢を派遣しました。清原氏の参戦によって形勢は、国士軍側が有利となり、安倍氏の拠点である栗谷川の柵、乳母との柵が陥落。安倍貞藤は捕らえられ、絶命。藤原常清は、ノコギリ引きで斬首されました。こうして安倍氏は滅亡し、前九年の役は終結しました。前九年の役は、武士団が地方で勢力を伸ばすことに大きく貢献し、日本武士の歴史における重要な出来事となっています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良かったという方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。